ロードトレーニングというのは必ずしも高重量を扱うことではない、必ずしも高強度、高重量を扱うことではなくて、目的とする筋肉に負荷をどれだけ長くかけ続けられるか、これがハイインテンシティトレーニング、高強度トレーニングのポイントなんです。で、負荷を目的とする筋肉に負荷をかけて、その負荷を逃がさずにずーっとかけ続ける状態ってどういう状態かというか、ちょっと後でこれ残りわずかですけど実技でやってみたいと思います。これをやるとボリュームがそんなにいらなくなってくるんです。いわゆる何セットもやらなくてもいいし、例えば腕立て100回とか、いや腕立て100回でいくんですよ、あんまり言ってないですよね。よほどのアスリート鍛えてる人だったら100回ぐらいヒューヒューヒューってやっちゃう。腹筋だとどうですか、腹筋をやれって言われた時にちょっと腹筋のハードなイメージしたら何回ぐらいだと思います。何回腹筋何回やれって言われたら、そんなにやるのっていうのって回数ってどんな感じだと思います。60ぐらい、結構少ないですね。どうですかスクワット、どうですかスクワットどうでしょう。スクワットで何回スクワットやってごらんって言ったら、そんなにやるんですかっていうイメージ、100回とか。なるほど。昔レスラーがヒンズースクワットっていうのを2000回とかね。だから僕らも、そうなんやって聞いて、高校生の頃入門した頃に道場の稽古に行く前に500回やってから道場の稽古行ったりしてたんですけど、まあ500回やるのに何分かかるかって話ですね。時間かかる。で、時間がそれだけ長くできるということは、効率よく筋肉を動かしているだけであって、筋肉を効率よく動かすことと筋繊維を破壊することによって筋肥大させることというのは実は似て非なるものなんですね。筋肉のパワーというのは筋肉の断面積に比例する。だから筋肉の断面積が大きければその分発揮するパワーもそこに比例していくというのが通説です。通説です。だから筋肥大というのは車で言えばエンジンの排気量をどれだけ上げれるかという作業なんです。 500cc よりも800、800よりも1000、1000よりも2000、2000よりも3000というのはエンジンの排気量がでかい方がパワーは出ます。パワーは出ます。だけどそんな大きなパワーを持ったエンジンを車にボンと積んだだけでは車は動かないですよね。そのエンジンのパワーに耐えれるだけのシャーシー枠組みを組んで、タイヤ足回りどうするんですか、エンジンをマネジメントするためのマネジメントシステムどうするんですか、いろんなものを組み合わせてメカニズムを全部完成させて作ったマシンをさ、最後に運転するのはドライバーのテクニックですよね。これが筋力トレーニングとスポーツスペシフィック、いわゆる陸上選手なら陸上のパフォーマンス、野球選手なら野球のパフォーマンス、ファイターならファイターのパフォーマンスに、その筋肥大を、筋力アップをどういうふうに反映させるかという、スポーツの運動理論に基づいた筋力の発揮の仕方と筋肥大とは似て非なるもので、実は対極的にあるんです。だからスポーツの運動、例えば腕立て伏せを100回も200回もやる、懸垂を50回もやるっていうのは、いかに効率よく動かして筋肉にあまり負荷をかけないで、負荷をかけなければたくさんできるわけです。負荷をかけるのが持久力みたいな思う人もいるかもしれないけど、ちょっと違うんですよ。腕立て伏せ500回できるのは持久力かといったら、持久力というのはテクニックなんです。入れるとこだけ入れて抜くとこスッと抜いてるんです。あれだから何回もできるんです。ずっと力入れてたら500回も腕立て伏せできないです。これはこのハイインテンシティトレーニングやってみればすぐ分かります。10回、このやり方で10回もやればできなくなります。この足の形をどうするかなんですが、肩幅よりやや広めにして、つま先をちょっと大きくする。あ、どうぞ皆さん動いていただいて結構です。で、膝は必ずつま先を向いている方向に落としていっていただきたいんですね。はい、まずそれ、これが一つ。これは膝を痛めないためのスクワットです。で、膝を曲げるから下に落ちるんじゃなくて、股関節を割るから、股関節を割っていくから膝が曲がっていくイメージを作ってほしいですね。股関節が真下にこういうふうに割れていくイメージ、割れていくイメージで
この下に椅子が置いてあって、この椅子の上にだから、そういうことですね。このベンチにこう座る、そう、まあ、まさにそういう意味です。このベンチの上にこう、ここの上にこう座るイメージ。だから、この膝ができたらつま先よりも前に出ないようにしていただいて、こうすると前に出ると膝を痛めます。なるべくつま先よりも後ろがここで止まるようにして、膝はつま先の向いている方向に。それで、よくそのスクワット、部活とかでもこのももが床と平行になるまで下ろせって言うんですけど、これではフルレンジ、筋肉の全関節の全可動域を使えてないんですね。ここからもうちょっと下ろしたいんです。ところがもうちょっと下ろすと、なぜ先生方がここで止めろっていうか、これ以上下ろすとテンションがふっとこう抜けてしまう、お尻が沈んでしまって抜けてしまうから、そこまで下ろしちゃいけないというふうになっている。ここで止めなさいと。だから抜けなければもうちょっと下ろしたいんです。もうちょっと下ろすことによって、お尻の筋肉からハムストリングス、大腿二頭筋、ここまでフルで使えます、このスクワットは。基本的にはカウント10までしか数えません。いわゆるスクワットを10回ということなんです。大まかには、13579の時はフルボトムまで下ろしたら、ちょっと5センチほどフルボトムまで、手はね、この前に組んでください。前に組んで、胸も背中も腹筋も背中も同じ圧がかかって体幹部をまっすぐキープしているようなイメージを作ってください。反り腰になったり猫背になったりする。これで両方からポンとプレスをかけてまっすぐした状態、そうですね。これでフルボトムまで下ろして、ちょっと戻したところで1秒止める、3秒止める、5秒止める、7秒止める、9秒止めるっていうコンセプトです。偶数の時はどうするかといったら、フルボトムまで下ろして5センチぐらいの幅で小刻みに2回、4回、6回、8回、10回、フルボトムから1、2、3、4、5、6というふうに小刻みに動かす。奇数のところはフルボトムから戻したところで、その秒数間耐えます。これで1から10までやってみたい。よろしいですか。でゆっくりメトロノームが鳴ってるように、ゆっくりバインバインと沈まないで、ゆっくり同じペースでいきます。はい、1落として、ちょっと戻して1秒キープ、はい、上げていきます。2ゆっくり下ろして、ボトムから2回小刻み、2、もうちょっとちっちゃくていいです。3、2、1、はい、はい、立ちます。3、フルボトムでちょっと戻して、もうちょっと下です。はい、3、2、1、はい、上げて、はい、ゆっくり下ろしていきます。で今度4回、4、小刻み、4、3、2、もうちょっとゆっくり、1、ゆっくり立ちます。5、フルボトム、ちょっと戻して、はい、5秒間キープ、5、4、3、2、1、ゆっくり上げます。6、フルボトムまで下ろしたら小刻みにゆっくり、6、5、4、もうちょっと沈めて、3、2、1、ゆっくり立ちます。はい、ゆっくり下ろして、ボトム、フルボトムからちょっと戻して、7秒キープ、7、6、5、4、3、2、1、ゆっくり上げます。で次、8、フルボトムから、はい、小刻みに8回、8、7、6、5、もうちょっと沈めて、4、3、2、1、ちょっと表情が変わりました。ゆっくり上げて、はい、9、ゆっくり落としてフルボトムでちょっと戻して、はい、9秒間キープ、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゆっくり上げます。はい、10、ゆっくり下ろして、はい、フルボトムから小刻み5センチ、10回、10、9、それをゆっくりコントロールして、8、7、弾ませないで、6、5、4、もうちょっと下ろして、3、2、あ、右に縛られてきた、1、はい、上げて、はい、そしたら、今、これどうですか？かなりきたと思います。めっちゃしんどいです。めちゃくちゃしんどいですよね。ポーカーフェイスでやってらっしゃいましたけど、腰とか大丈夫ですか？腰痛くないでしょ。これは姿勢を体幹部を両方から固めてキープしてるから。でこれをよく
こういうふうにスクワットの時は胸を張れみたいな、手を頭の後ろにやってこうしてやれってやって、反り腰でやってるとこの体幹部がこういうふうに曲がってしまってますよね。ここにバーベルなんて担ぐ日には曲がったところに全部負担がかかるわけですから、それは腰も痛くなる。で、猫背にしてしまうと今度は逆方向に負担がかかってしまう。だけどこれはピンとまっすぐ。でも僕らが重いの上げる時でも若干この骨盤を若干後傾させます。ボトムで、ボトムでちょっとだけ後傾させて踏ん張ると力が発揮できたりする。これは皆さんが勉強されてる、骨格だとか骨盤の位置なんていうのは研究してください。一番人間の体のアライメント一番力を発揮できるポジションがあるんですね。で、今そのやり方をすれば体にまず負担がかからない。で、重量担いでないから膝に負担がかからない。膝痛くなかったです。痛くないですよ。なぜ痛くないかといったら、これを割っていく方向と股関節でスクワットをやっているので、あんまり ここに負担がかかってないんです。ここでスクワット。だから筋肉を動員している筋肉量が多いんです。これを今、トータルで言えば10回しかやってないんです。小刻みをもうありますやん言ったら、そりゃそうなんだけど、基本は10回です。これ1から10まで上がりましたね。今、1から10まで上がりましたね。階段が上がったような感じ。10までいったらどうするかって言ったら、今度降りてくるんです。同じやり方です。これ上がって降りて、これを何回できるか。3回も繰り返したら大変なことになりそうな感じしたでしょ。でも慣れたらそうでもなくなってくるんですよ。慣れたらどうするか。僕はマネージャーを肩車します。はい、推定50キロって言ったら50キロありませんっていつも言われるんですけどマネージャーを担いで今のスローコントロールしたハイインテンシティのスクワット、まあ、これイーブンスティーブンっていうプロトコルの名前がついてるんです。こういうやり方で一定のスピードで、要するにボーンっていう反動を使わない。この反動を使うと入れた瞬間と抜いてる瞬間がある。これがさっき言った効率のいい、いわゆる運動のパフォーマンスをどう見せるかという時、どう発揮するかという時の筋力の使い方なんですけど、その時の筋出力をどれだけ出せるかというのは筋肉の断面積に比例している。この筋肉の断面積を大きくするためのトレーニングというのは今のようにずっと、これよくスロートレーニングと言われているやつ、ずっと関節がどのレンジにあっても同じように筋肉に負荷がかかる。腕立てをしてもこれと同じようなやり方をします。そんなしてたら上がらなくなってくる。もう上がりません。上がらなかったらどうするか。膝ついていいから早く上げてください。で、元の体勢に戻って下ろすときだけゆっくり我慢して下ろして、100キロのベンチプレスを持ち上げることはできないけど、上からゆっくり下ろすことはできる。だからコンセントリックよりもエキセントリック、ポジティブよりもネガティブの時の方がやっぱ4割増しぐらい筋力発揮できるんですよ。100キロは持ち上げられないけど、ゆっくりコントロールしながら下ろすことはできる。だからネガティブの時にちょっと負荷を強くして、例えば今のこのイーブンスティーブのスクワットがちょっと負荷が軽くなってきたなと感じたら、例えばリュックサックの中にペットボトルのお水を何本か入れたり、軽い、例えば子供さんいらっしゃったら子供さんを担いでもいいし、後ろから今のちょっとスクワットちょっとだけやってみてください。いきますよ、はい、1ギューッと負荷をかけて上げてください。はい、ゆっくり下ろしてみます、はい、2これ耐えながら、よいしょ、はい、3よいしょ、はい、上げるときもこう、はい、上げていく、こういうふうにして、これはちょっときついです。というふうに徒手抵抗、マニュアルレジスタンス、徒手抵抗をかけたパートナーがいれば、ちょっと徒手抵抗をかけてあげて、今のスピードをキープするんだけども、かなり負荷が上がる。これは200キロ、僕だからマネージャーを担いで、このイーブンスティーブのスクワット、緊急事態宣言でジム使えないとき、やったときに、これ200キロのスクワット、フルスクワットよりもきついなっていうぐらい。だからさっきも言った、高強度というのは必ずしも高重量を扱うことではないんです。だけど、このやり方をちゃんとキープできたら、より重いものを使った方が筋肥大にはつながっていくということです。だから上気を逸したような筋肥大をしたければ、今のやり方でどんどん重量を上げていくしかない。それは誰でもできることじゃないことなので難しいです。だけど負荷をかけない、全く自分の体重だけを使っても
重りを担いでないのにいくらでもきつくすることができるんでしょ。だ今のコントロールスピードをもっと遅くすればもっときつくなるんですよ。というふうにトレーニングというのは目的どこを目指すかという目的に応じて同じスクワットやっててもやり方も全然変わってくるし負荷も全然変わってくるし、で決してそのやっぱり一般の人たちがトレーニングする意味で上で一番大事なのは怪我をしないこと。そうするとやっぱり負荷を 何らかの負荷をかけるというのは怪我につながる可能性もあるので、こういうトレーニングを僕は体力のない方とか年寄りとかそういうようなもと本当に椅子を置いて毎日ここにベンチを置いてここに椅子を置いてここ捕まってもいい、ゆっくりおじいちゃん座ってねって、はいゆっくり座ってパン、はいここ持ってもいいからゆっくり立ってね、ゆっくりしちゃった、ゆっくりよってゆっくり座ってゆっくりしちゃった、はいやっぱりここ持ってもいいからせーのって、こういう首のスピードコントロールと上げ下げの幅を調節してあげる。慣れてきて体力がついてきたら可動域を広くしてあげるけど、体力のない人の場合は可動域を狭くして、あまり動きの幅を大きくしないでやるとできるようになってくるので、そういうこともなんか皆さん勉強されてリハビリなんかに活かしていただければというふうに思います。はい。駆け足でございましたけども、すみません、こんな授業で。皆さんの貴重な時間をいただきましてありがとうございます。